内装で買ったですね、フライパン調理シート2枚入り、26ページフライパンに、まあ、ありますよっていうのが、まあ、10枚入ってて、ラップ状にこうなってる。今アスパラちょっと買ってきたんで、水に乗せて、どこが火が強いのかとか初めてやるんでわからないんですけど、そのミニアスパラ乗せてですね。ちょっと今映らないんですけど、ちょっと乗せて。すごい音してますが、こちらですね、ロードステップ、グリルにね乗せまして、でちょっと火をつけますが、前をにしてます。でこれでですね、ちょっとちっちゃいですね、蓋をしてですね、本当に焼けるんですかね、うん、これでもですね、炎は結構風で影響受けてますので、まあ、とりあえずあのこの状態であと3分、約4分なんですけど、見てみたいなと思います。はい、5分経ちましたんで開けます。全然ダメですね、あと5分あるし、もしかしたら焦げるかもしれないですけど、あと5分ぐらいいけそうですね、これなら。はい、あと5分やってみようと思います。はい、再び5分ですね。アスパラガスがちょっと甘っぽいですね。しょうがないですね。もう一回やります。いきます。こんにちは。ああ、焦げましたね。くそ。最悪ですね。焼けてなくてですね、15分だと焦げるという、難しいですね。1ミリのですね、ピザのですね、カッターを忘れてしまったので、ゴリゴリ言ってますから、これ焦げてますね。これは今日はピザ1枚しか持ってないんですけど、失格のまぎですね。これ
るって何ですか？ここだけですかね。入ってきた。形悪いですね。あ、真ん中だけすごいですね。君は焼酎をですね、ここでの袋に入れてきたんですけど、この袋の中は君は焼酎なんて入れてきました。これも、まあ、ちょっと、まあ、一応には、第一に、ありがとうございます。いただきます。君は焼酎はですね、何の、なんていうんですかね、抵抗もないというか、まあ、ピザなんですけど、ね、そういうことになってますけど。すごい。でもチーズは美味しいですね。おはようございます、ディベルです。今朝はですね、アサリの味噌汁を作りました。ちょっと飲みだらけで申し訳ないんですけど、アサリの味噌汁とですね、ホットドッグですね。なんか毎日ホットドッグ食べてます。すみません、ちょっとシュッと音が入りますけど、ごめんなさい。美味しいですね。美味しいです。ホットドッグですけど、ホットドッグは、朝から炭を起こしてですね、まだ起きてないんで完全に、それでパンを焼きました。いただきます。美味しいです。で、今日はですね、今完全に日が昇ってないんで逆光撮影なんですけども、まあ何ていうんですかね、これぐらいなら絵が撮れますよね。で、食リポはちょっとこれぐらいにしてですね、今日はあの結構風がないんでですね、全体的に少しすいません、お腹が鳴ってるのが聞こえました。今日はですね、こんな感じですね、はい。波が出ちゃうとですね、取れないんですよね。この山が湖面に、湖面というか沼なんですかね、に映るところはなかなか取れないんですけど、今日は風がないんで綺麗に、水面にですね、山が見えるといった感じで、キャンパーの方もですね、昨日のから続々と、人が増えてですね、ちょっと逆さパンになりますけどすいません、こんな感じで景色撮っておりたいなと思います。はい、なんか毎朝同じものを食べててちょっと飽きてきたんですけどね、まあ、味を変えたりしてごまかしてるんですけど、まあそんな感じでですね、食事を済ませて、お昼はちょっと食べるか食べないか分かんないですけど、まあお味噌汁がたくさん作ったんで、それでですね、終わりにするかもしれないですけど、それから撤収というふうに考えてます。